おはようございます。今日の動画にコメントの方ありがとうございます。今日はですね、メッセージ結構いいのいただきました。はい、本日の動画に思うことということでございます。いつも興味深い話題の朝ライブありがとうございます。ふと思ったことがあります。茶道の所作等はどうなるんだろうということですね。確かに今回の感染症騒動の後で茶道ってのはどういうふうな扱いになるんでしょうかね。私もね、民謡三味線をやっていて、確かにその狭いお教室でね、やっぱり8畳とか、まあ、広くても12畳ぐらいのところで3人とか4人の方が、まあ、演奏とともにこう大きな声で歌うわけなんですよね。発声を明確にして、やっぱりこうそう考えていくと飛沫って関係もありますし、それでマスクして歌の稽古ってのはなかなかできませんので、これからどうなっちゃうのかなと、まあ、ある程度のリスクは承知しながらも今までの歴史通りやっていくんではないかなと思いますけど、佐渡の場合はね、回し飲みをしますよね。まあ、ですんで今回コメントというかメッセージいただいた中には、こういうふうな感染症っていうのは伝統とか文化っていうのも変えてしまうのかなっていうことですけども、そういう部分はあるんじゃないですかね。やっぱりオペラ感染とかもそうですし、他にもそうですね、ライブハウスっていうのもこれからどうなっちゃうのかなと思います。飲食店が席ごとにちょっと密集するのを避けて、ちょっと広めにスペースを設けるとなると、飲食店の小スペースでの営業っていうのはすごく難しくなりますから、もしかしたら店舗の経営に乗り出す方っていうのは腰が冷えちゃうのかなと思いますよね。もしくは飲食店っていうのはもうちょっとコストアップしてですね、まあランチをね1500円ぐらいにするとか、ディナーを8000円とかにするとかして、余裕を持った経済状況で店舗を運営するようにして、しっかり内部留保も取ってとかね、それからあまり過当競争しないように、まあ、工夫していくとか、事業者数が減らされて調整されていくのかなとか思っちゃいますよね。はい、で麻雀についてなんですけども、放送会の人とかね、弁護士の方とか麻雀結構好きなんですよね。やっぱりこのデスクワークをしてる方っていうのはそのまんま賢いところもありますしね、ああいうふうな麻雀みたいな戦略的なゲームっていうのは非常に興味を持つんでしょうね。芸能界の中でも結構麻雀って流行ってたりとか、今の若い人は麻雀しないみたいなこと言われますけども、でもやっぱりね、麻雀っていうのは重要なコミュニケーションツールであり、少しの、ね、刺激ですしね。それから今回黒川さんっていうのはどなたかのご自宅でされてたみたいですよね。まあ、自宅でする麻雀に関してはそんなに非難とこめるものなのかなと思います。で、まあある方が言われてた天秤までならいいよみたいなことがありましたけども、まあ町のね麻雀屋に行ったら1000点100円とか200円ってのは珍しくないですから、で1日に3万円前後までだったらいいんじゃないかなっていうふうな、なんかね答弁もあったような気がするんですけど、ちょっとはっきり分かりません。でアベノミクスに関しましても、あのマスクですね、アベノマスクいろんなところに配布されてるみたいですけども、私の方もね結構マスクいっぱいありますんで、ありがとうございます。お気持ちだけ、受け取っておきます。まあ広島の方はアベノマスクが、来ないうちに落ち着いちゃってるような感じがありますね。地方の方ではマスクの回復はちょっと早いのかなと思っております。いろいろとねご連絡いただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。